それではここにご在提示させていただきましたように地域を読む情報学の目ということで今日はお話をさせていただきます。でまず冒頭にご挨拶をと思ったんですが少しちょっと後回しにいたしまして早速中身の方に話を進めさせていただいてそれから途中でですねご挨拶を申し上げたいというふうに考えております。でまずですね、序としまして皆さんこういうことをご存知でしょうか。非常にご先輩の先生を前にしてこうしたことを講義するというのは私は足元が震えて仕方がないんですが、コンピューターの心臓部には加算器とごくわずかなメモリーしかございません。で加算器ですが足し算の計算をすることは当たり前なんですがこれをもってして四則演算ができるかということであります。これコンピューターの心臓部の不思議ということなんですね。さて四則演算を早速見てみたいと思うんですが皆さんご承知のように左側の方は当然のことながら十進数でございますので世の中の話でございます。これを0と1に置き換えてみますと左側のように縦に並ぶんですが実は2たす3は小学校の 1年生の課題ですが5となるんですが実は右側にございますように0と1の足し算をしますと0101ということになってこれ足し算が出来上がりでございます。次に行きます。さて今度は割り算をどうしたらいいんでしょうかあるいは割り算掛け算をどうしたらいいんでしょうかとこういうような問題になります。同じように考えていますと 3×2 をやってみるんですが実は3というのが右側に書いてあるんですが1文字ちょっとシフトさせていただきます左側に、そうしますとずっとこの0110を見ていただきますと6ということになりますね。掛け算というのは実は動かせばいいということで、できます。次に今度は割り算をやってみましょう。今度は4÷2というのをやってみるんですが4を見ていただいて、今度は右へ一つずらしていただいたらいいですね。そうしますと2ということになりまして答えが2になります。いいでしょうか。さて問題は減算です。足し算器があるのにどうして減算をやるかこの赤の数値にちょっと注目をしていただきたいと思います。5-3は5-2イコール3ですがこの3はどうなるかというとどうしようもございませんというかマイナス2をどのように表現するかこれがポイントでございます。さてここでおまじないをやってみましょうということで0010をですねひっくり返してやります。でそうしますとここに書いてあるような値になります。もう一回 おまじない1を足し算しています。1110をマイナスの2とするとこれはあくまで2とすると置いておくだけの話であってこれは2ではないんですよね。それで、次いきます。失礼しました。5-2を以下のように下のように足し算でやってみます。答えはどうでしょうか。0011で 5-2 ができました。これは手品でも何でもありません。コンピューターの内部がこのようにして計算をしているという一つの真実でございます。さてもう一つ、二つの問題を皆さんにちょっと出しておきたい。この後講義の後でも一度電卓を携帯の中の電卓を使って計算をしていただきたいと思います。特に右側どういうような答えが出るでしょうか。で、私の言いたいことはですね地域研究と情報学ということに今の話を例えてみますと実はですね常識は常識でないかもしれない。逆な言い方をすると常識でないことが常識かもしれない。つまり地域研究での世界と情報学の世界では当然こういうことが起こりうるということなんですね。はい、それで次に行きたいと思います。地域を読む情報学の目ということで本日は遠いところ遠路はるばるまた大変お忙しい中をご参集いただきましてご出席いただきまして高いところからではありますが御礼を申し上げます。ありがとうございます。
ところでまた身に余る紹介をセンターのスタッフの方からいただいて、センターでついついセンターというのは申し訳ございません、研究所のスタッフからいただきまして光栄に存じております。それでは早速話に行きたいと思います。実は今日のお話はグローバル化と会議キャジア、これ何か全く関係のないような異質な話なんですが、こういうことでございます。実は冷戦以降の世界における急速なグローバル化のルーツは会議アジアにあるということを、述べてみたいと。でそれは会議アジアとはそれでは何かということなんですが、ここで書いてますように、14世紀から19世紀に至るネットワーク、海域のネットワークのことを称するんだと、まずはここで定義をしておきたいと思います。でそのグローバル化の要因はそれじゃ何かと、一方インターネットということを引き合いに出したい、こういうことであります。さてインターネットはここに書いてますように当然大変な機能を持って、今やインフラでなくすことはできません。非常に不可欠のインフラ、なんと言いますかネットワークの社会を形成している。で問題はですね、こうしたインターネットが実は大変なリスクを背負うということにもなっているのではないかというふうに考えています。これを称して人造世界というふうに述べておきたいと思います。つまり先ほどこうしたグローバリゼーションの実態の中で人造世界にそれじゃ我々がどのように立ち向かえばいいのかということを考えていこうということであります。さて会議アジア話を戻しますが、実はここにございますように左側には荒野康則先生、法政大学の先生で同じ私と同じ同世代でございます。当時の近世の交易については左のように4つの口があるということで説明されています。かつ鎖国は鎖国ではない解禁であったと。で、それをですねモデルで表現してみるとどうなるか、ここにございますように自然共生社会、つまり階層型モデルでこの会議アジアが説明できるのではないかということであります。この中身は後ほど紹介をさせていただきたいというふうに思います。さて、ここでそれじゃ会議アジアのモデルは2つのコラムからなる U 字型モデルで説明できる。ここで今日の会議アジアから学んだその世界が、つまり今後のグローバル世界へのとの関係で関わり方を考えるその機会になるということであります。さて具体的な事例をいくつか今日時間が十分ではありませんができる限り紹介をしたいと思います。まずは中世近世の会議アジア交流ですが、一つは日台関係の中からスオーという材料について取り上げたい。で3つの時代区分を導入したい。で一つは琉球の時代、それから朱印船唐船でございます。次に行きたいと思います。これを最近開発されましたヒュータイムと呼ばれる時空間のうちの時間のマッピングで事象を表現していく年表型のソフトウェアでございます。これに関係国を乗っけてみました。さてまず琉球ですが、これは歴代法案と呼ばれる外交文書がございます。これは後ほど説明したいと思いますが、枠の中で囲まれる部分についての外交関係が明らかになります。朱印船はちょうどこの真ん中にございますところでございます。さてもう一つ唐船でございます。大体この3つを見てみますと、おおむねこの中国琉球シャム日本という関係が、この関係だけですが、少なからずといいますか何か見えてくるということで挑戦をしてみたいと思います。さてまずは琉球の関係に話を進めたいと思います。で琉球の関係ですが、歴代法案実は1428年、24年から1867年までの外交文書、これはちょうど中国の民進の時代にあたるんですが、アユテやベトナム等々、ここに書いてございますような東南アジアの国々との交流がございました。で、
ここで、琉球大学の高良倉義氏は一番下に書いてございますように、明朝の新興国となって、有力な中国商品を手にした琉球王国は貿易を通じて一気にアジアの国際デビューに、国際社会にデビューしたんだと、こういうふうに著書の中で述べられています。で、一方同時にこのことは海のシルクロードを、作り上げたんだというふうにも言われております。 まさに中継貿易 の軸ハブとなる国であったということであります。さて、これを、私流に絵を描いてみますと、こういうような関係になってございます。さて、歴代法案そのものをもう少し詳しく見てみたいと思うんですが、これが1425年に台湾大学の写本として残されてますものから取り出した文でございます。ちょうど赤の線で引っ張っておりますが、シャム国、あるいはスオウ、コショウ、あるいは、大明朝廷のところへの侵攻に備えんとするというお決まり文句がここで出てくるわけであります。具体的にこれについて文書をずっと見ていきたいと思うんですが、実は第一章の中に1047通の文書がございます。で、シャム国との関係、つまりタイ国との関係ではですね、1425年から1565年までの140年間、58回の渡航が記されています。これも後で述べますが、小畑敦史先生の感情の仕方、あるいは、高良先生の感情の仕方と私の感情の仕方に若干ずれがございます。で、それはちょっと置きまして、それじゃあ歴代法案はどのようになっているか。これは私文失笑直輸小輸開始という、こうした大雑把な分類ですが、こういうふうに特に大事な点は私文、これは国王と国王の間で交わされる書簡、先ほどの階層モデルのトップクラスで交わされるレイヤーにあるというふうに見てください。で、失笑というのは何かといいますと、ここでは戦績証明書ということにします。つまり一番トップである国王家の話ではなくして、船が持っていく免許証みたいなものということになりますと、最下層でも問題はないわけですね。階層型のモデルの中で説明しましょう。こういうことで、さて、琉球はとシャム、タイ国の関係はどうであったか、ちょっと字が小さいんですが、このように書いてあります。つまり琉球は物がありません。したがって、ここに霊物を持って、シャム国に向かうんだと。どうするか。それはスオウとコショウが解体という依頼の国王の文書でございます。さて、スオウとはそれじゃあどういうようなものでしょうかということなんですが、これは英語ではサパンウッドというふうに呼ばれています。染料あるいは薬種としての利用があるということでございます。具体的にちょっと見てみたいんですが、これはアユテヤの日本人町にあります歴史アユテヤ歴史資料センター文館の前に、この左側にありますような木が植わっております。ちょうど豆科 の木でございますので、明日豆の実がなっておりまして、下にこの芯材のところがございます。このちょうど木のまさに芯材のところが染料になるということであります。タイ語ではマイファーンというふうに呼んでるんですが、残念ながらこの先週の末のほんの5日前にここへ訪問してきました。ご承知のようにタイの洪水大変なところで、このアユテヤのこの今木割ってますところに約1メーター近くの浸水の痕跡が残っております。で、しかもこのスオウの木は残念ながら豆が茶色くなって木は完全に枯れておりました。展示館は見る影もないというような無残な姿であって、非常に残念であります。さて、文書の関係を少しちょっと見てみたいんですが、実はシャム国との文書を時間の上で並べてみますと、このような感じになります。
この左側の赤の部分が紙文、つまり国王館で交わされた文書でありまして、真ん中の紫が戦績証明書と、見事に左側から右側に移るところで綺麗なくくりが見えてくるわけでございます、はい、これが紙文でございます、巣王の葉っぱをここに出しております。次に紙章を見てみたいと思います。真ん中でございます。戦績証明書はこのような格好で出されました。実は先ほど小畑敦先生の話をしたんですが、文化功労者で本学の文学部出身で、南東広域日本の鉱山市では日本の草分けの先生でございます。その先生が細かいデータを上げておられるんですが、実はそれと私の結果を統合してみました。見事に合致するということが分かりまして、ところが先生は10年かけられたか5年かけられたか分かりませんが、私はこれをやるのにほんの1ヶ月ほどですっと計算ができると、まさにここにコンピューターを使う意味があったんではないかというふうに喜んでおる次第なんです。細かい検証が今後進められると思っております。さて戦績証明の中身を見てみたいんですが、ここにありますように船の名前、目的、それから文書ですね、それからそこで派遣される人の方の名前、通訳、それからこの船はですね228名乗れません。相当大きなものなんですが、私の理解では琉球は当時の明からジャンク船というものをもらって、新興貿易に使っていたのではないかというふうに思っております。さて一方大国の方はどうであったか、これは石井米夫先生の文献に細かく書いてありますので、私がそのことをとやかく言う話ではないんですが、そのこととの関係です。少し話をしたいと。で、実は歴代法案の訳中本の中にこうした内容がございます。実は琉球から船がパレンバン、インドネシアのスマトラのパレンバンに行きました。ちょうどそこにシャムの船が来ておりまして、実は先ほどここに書いてあるタイトルに書いてありますアユテヤの王朝の完売買貿易、つまり先ほど詩文で言いました国王間の最高レベルでのそのやり取りが実は終わったんではないかと、こういうような情報が入ってくるわけです。で、本当に1430年に中止されたのと、ここをどう読むかということなんですね。で、実は歴史の先生にも何人もかもお伺いしました。でだけども、結論はこれは難しい話ですねということなんですが、大事なことは一番下に書いてありますように、完売中止を請う私文が1432年から以降1469年まで約10年間、すいませんここでは37年ですか、続くわけであります。そうしますと、もう一度先ほどの表を見たいんですが、先ほどのパレンバンで得た情報は実はこの縦軸、左側の縦軸を引いたところなんですね。でそれで見てみますと、それから以後私文は逆に増えてるというか、これはどうなってるんだろうと、こういうことであります。で結論はどういうことかということなんですが、どうでした、これはまず物の動きを出したんですが、ちょっとお待ちください、ね、ちょっと飛んでしまったようなんで、これを使ってお話をさせていただきたいんですが、実はですね、私の考え方といいますか、データをどのように読むかといいますと、私文は続いておったということは完売買貿易は終わっていないと見る方が的確ではない。で実はもう一つわけがございます。歴代法案を注目してこれを調べてみますと、実は戦績証明に変わったのはシャムだけではない、他の国も全部変わってるんですね、ということがありますので、このあたりはもう少し今後研究を進める必要があるかというふうに思います。さて物の動きでございます。先ほど高倉倉吉氏の例を紹介いたしましたが、このような関係でございます。琉球は日本から
刀あるいは扇子を持ち込みまして、シャムに送り中国に送る。一方シャムからは酢王と胡椒が入ってくる。そしてこの明へ酢王素朴が持ち込まれる、こういうことなんです。なぜ酢王素朴が明の時代に必要であったんでしょう。ここも非常に興味になるところなんですが、実は当時の公務員がですね、給料の一部としてこの酢王をもらってたということが記録に残ってるそうです。でこれは非常に貴重なもので、中国そのものは、当時の明そのものはここに書いてますように織物等で絹製品では一番たくさんございましたので、でそうした絹製品を染めていく染料が必要であったということがここから読み取れるわけでございます。さて情報学から見て何だったのかと、どういうことが見えてきたのかということでございます。今までお話をしましたので繰り返しはいたしませんが、ここに書いてございますように仮説の検証あるいは事実を一つ一つ時間という軸の上に並べることによって今まで気がつかなかったことに気がつく、あるいは漏れていることが、人間の目ですから当然漏れることがあるんですが、コンピューターに乗っけてみますとこのように正直に結果を出してくれるということでございます。で、次に行きたいと思います。朱印船貿易でございます。で朱印船はどうなっておったか、これはご承知のように、1600年、まあ、1590年の説もございますし1600年の説もあるんですが、主に17世紀の頭ということで見てみたいと思います。東南アジアに出かけていった船はここに書いてあるようなことでございまして、主にシャムとの渡航回数で言いますと356回というのが実際に知られているところなんですね。そのうちの56回がシャムとの関係でございます。一番多い数になります。でこれを東南アジア諸国との関係で朱印船の出版回数を見てみますと、一番下に徳川時代の将軍の名前を入れておりますので比べていただいたらいいかと思います。年表とこうした出航回数が見えてくるわけですね。実は一番上が高知、これはベトナムの中部でございます。で、秀忠の時代に一番増えてくると、これは何でだろうかというような疑問が、まあ、出てくるわけでございますね。このように他もたくさんございますが、今日はそこだけにさせていただきたいというふうに思います。さて朱印船のルートはどうであったか、先ほどと随分違うんですが、インドネシアから少し中国の沿海の方にシフトしているようでございます。この朱印船の交易品については岩尾氏が述べられているんですが、情報はこれしかありません。これはコンピューターでどうしようもありませんで、お手上げの状態です。で、それではということで代わりの資料を導入することにしました。これがそれであります。で、実はこれは東南アジア考古学会の2004年に開かれたシンポジウムなんです。鹿児島大学の新田先生のところでやられておられました資料をもらってきました。実は右側をご覧ください。考古の資料というのはここにございますように何の変哲もないと言ったら叱られますが、コンピューターで扱うには到底不可能な情報なんですね。どの遺物がどこで何年頃のものが見つかり、それが花瓶かあるいはお皿かと、こういうな話なんです。でこれをどうしようかということで、実は苦労しながらデータを作ってみますと、こういうことが分かってきました。実は単なる考古資料であっても産地対 出土地の関係が浮かび上がるんではないか、それからクロス表ができるんではないか、それから二次元の面ができるんではないか、つまりネットワーク分析ができるということがこれから分かるわけですね。いくつもの遺跡から、特に長崎と堺、大阪の王が抜けております。こうした焦りはいつも出てきまして申し訳ございません。堺の関王遺跡の事例を挙げて調べてみました。実はネットワーク図、コンピューターの上できれいにネットワーク図が出てくるんですが、今日ちょっとそれはお出しはしておりませんが、こういうことであります。調べてみますとクロス表が出てまいります。
これでもって実は新田先生にお話をしたんですね。これ先生、こんなものを作ってみたんですがどのように評価したらいいんですか。あ、これはやっぱり情報学屋さんの考えることですね、私には思いもよりませんでしたと。考古資料からこうしたことが出てくるということにまず我々が気がつかなければならない、新たな分析の手法にアプローチできるんではないかと、こういうことであります。さて結果をやってみました。実はこれに輸送船はどうなっているかかぶせてみたんですね。そうすると、長崎と大阪の境のベトナム産の陶磁器の頻度がこの期間に急に上がっているということが分かる。そうするとそれじゃあこれが朱印船がこれを運んだんかどうかということは言えませんけれども、少なくともヒントを与えるということになる。はい、考古資料をいかに読むかということなんですね。ここに書いてございますようにネットワーク分析が可能である、時間というものことで物事を見ていきますと、空間から時間になりますので3次元という空間が想定される。そして、さらに物を入れてみますと4次元ということも考えられる、こういうことであります。一つだけお願いと言いますが、私は考古学の先生方がもしいらっしゃったらですね、ぜひとも考古資料の標準化ということについてお考えをいただきたい。で、それは実はこの資料は一冊の本なんですが、エクセルに入れるために正規化をする中身を読むことから始めまして、実に4年の年月がかかりました。で、もともと考古学の資料というのは書史情報があるんですが、漢語遺跡の何年度発掘資料、それだけなんですね。書史情報を見ても何が書いてあるかわからない。で、これは非常に悲しい話でありまして、中身が分かるようなタイトルに変えていただいて書史情報を入れていただき、さらにですね、標準化ということでもう少しお考えをいただけないかと、非常に厚かましいお願いでありますが、ぜひとも今後のですね、学際的な研究を進めるためにはここが突破されないと進まないということであります。さて次に鎖国下の唐船貿易に移りたいと思います。3つの資料を挙げたいと思います。実はこの真ん中の長崎の唐人貿易は話は知ってたんですが見たことがない。この後話をされる杉原先生の研究室に行って、先生どうしたらいいですかと、これを読みなさいと、ということで、持ち帰ってすぐコンピューターに導入していました。で、この3つ、さらにですねこの3つと言いますのは長住さんが書かれました当選記録、これもですね一冊ありますが膨大な資料です。これは実は2003年に私が東南アジア研究センターに着任してから、つい1年前までかかりました。このデータ化に今エクセルで自由自在に結果が出てまいります。で、それを元にして計算をしております。で、一番下の松浦氏の資料については若干後ほど述べたいと思います。さてまずは岩尾氏と同じように何隻来たかという議論だけで注目してみたいと思うんですが、まず長住氏の資料には一番上に当時のオランダ資料の記録から、何月何日どういう船が来てどういう積み荷があったか、それをプロットしてみました。1671隻であります。2つ目が価格が入った表があるんですね、付録の中に。それをまとめてみました。1815隻です。で、長崎の当時陰謀記、いわゆる岩尾誠一、岩脇氏の資料から見ますと1320隻。ところがですね、ここでぜひともちょっと注目していただきたいことがある。それは A、B の長住氏と C の岩脇氏の間には20年間の研究のズレがあるということなんですね。で、この C の長岩脇氏の研究が1964年です。その後20年間経って AB が出てくるわけですね。で、実は長住氏はどのように言っておられるか、このいわゆる当選長崎の当選貿易のこの資料、すなわち南蛮貨物表から出てくるんですが、それがあったんでオランダ資料の抜けているところが埋められたんだと。これは非常に大事なことだ。一方岩尾氏は
の研究は私には役に立たなかったと、こういうことが解説にもろに書いてあるんですね。でこれは非常に面白い話です。でところがですね、面白いことにこの長住氏の解説の中にはこの長崎の東尋貿易に関わる解説は見られなかったんですね。つまり研究者として先達がやったことについては避けて通る、これは我々も当然あるわけで、そこを議論するというのは二番煎じですから、これは避けて通るんですよ。だけども大事なことはですね、それじゃ日本に一体何世紀来たんやという議論をしだしたらそこでどうなるかということなんですね。そこにでこうしたことをちょっとやってみました。浮き彫りになる研究手法ということでございます。で、今言いましたような長住氏のその研究の在り方ということが、まあ、資料から見えてきた。さてもう一つ挙げてみたいと思うんです。あ、その前に私なりに計算をしてみました。一体何世紀来たのか、それは日にちごとに同期を取りまして、最大の船が入ってきたと仮定をして計算をしてみますと、実に200年間に3910隻が入ってきたことになります。でこれはトータルで足し算するうちは間違いなんですね。ダブリがあるかも分かりません。これは完全に二次資料に基づく話ですから、あのこうした計算を。さてもう一つ挙げたいと、今度は松浦氏の資料でございます。この資料は実は全く知りませんでした。京大の付属図書館に行きまして、ずっとこれは極めてアナログ式にデータベースを使わずに順番に本を見ていきました。関連の本のものがないか、そうしますとここにございますように、江戸時代東遷による日中文化交流、私文化から出された、実はこの本にデータの欠落がないんですね。でこれをもう一度コンピューターにその日のうちに1日で入れてしまったんですが、入れて計算をしてみました。こういうことになります。実は D の資料と E の資料ですが、 D が松浦氏の資料です。 E はですね、先ほどの2人の方の3つの資料を合計した計算ですね。なんと最大値は5429席だということです。でこの5400席をどう見るかということなんですが、実はこれは大変な話でありまして、単なる岩尾氏がやった何席来たかという議論ではないんですね。問題は積み荷がぶら下がってる、あるいは船がどこから来てどこへ入ってきたかということが入ってる、まさにネットワークを形成する資料の募集団がこれだけあるんではないかということを、まあ、示しているわけでございます。残念ながら私の力で一次資料に当たれないのが残念ですが、そのあたりはむしろ今後のですね、歴史の先生方との関係でどのようにしたらいいんだかお教え願えれば非常にありがたい話かというふうに思っております。さて、ちょうど近世の時代からどのように東南アジアから来たかということを見てみますと、こうした感じになります。マップに二次元空間に落としますとこういうことです。ここに分かりますように、あのジャカルタとそれからパタニ、相変わらずというこれは長い付き合いで変わらずシャムとの関係だった。以降はベトナムあるいは中国沿海が極めて増えるとこういうことであります。さて主な輸入品目を見てみますと、対比的にちょっと見ていただきたいんですが、黒いところでございます。絹糸、生糸の研究はたくさんございますし、そうした先達の研究があることは私も存じ上げております。値をずっと見ていただいたらいいんですが、1800年に入る直前にはもうほぼゼロに近い値になってくるわけです。一方で巣を見ていただきたいんですね。徐々に増えてまいりまして、途中で下降状況になる、つまり正規分布とまでは言えませんけど山のような感じになる。でこの巣王の研究が一体どうなっているかというのは一にあるということは聞いたんですが、私もまだ現実に調べるところまでは行っておりません。さて、そこで大山あるいはその他の国からの巣王の輸入を見てみたいと思います。ここでちょっと注目をしていただきたいんですが、特にシャム・スウォーの輸入量でございます。でこの1700、3つの山におおむね見られると思うんですが、1740年から45年ぐらいでしょうか、
シャムスウォーがずば抜けて多いんですね。なぜかで、これを年表と合わせて見てみますと、実は八代将軍吉宗の時代であったということがこれから見えてまいります。それが逆に、それじゃ吉宗はなぜこの周防に興味を持ったのか、あるいは関係があったのかないのか、見てみますと、実に200年間にここに書いてますような大変な数字の周防が流入されておりますが、シャムの周防は約 2.6% 当たります。で、おおむね多い時期が3つに分かれるということがこれから分かってまいりました。で、実はなぜかと調べてみますと、周防の利用は茜染めを古式のものに戻す、再現をしたいといいますか、復元をしたい、そのために周防を使った。それなぜ茜染めがダメであったのか、これは茜草という草がですね、繁殖力に欠けている、なかなか育たない。で、当時の近世の町衆の着る着物、あるいは、幕府のいろいろな女性陣が着られる着物に使われる赤の染料というのは、周防を使うしか方法がなかったのではないか。で、実はちょうどそのことが見えてくるわけですね。実はあの小畑先生やこの山脇先生の話にも出てまいりますが、シャム産の周防というのは抜群のクオリティを持っておったと、こういうことであります。したがって結論的には、シャム産の周防が、まあ、伝統的な茜染めがなくてもこの周防でもって、変えられるということを実現したわけであります。さて、ここで八代将軍、暴れん坊将軍ですよね、テレビで、この将軍さんが染料研究に持ったこだわりとは一体何であったのか。で、実は見てみますと、先ほどの山のところはですね、3つのこの江戸の三大改革とどうも関連があるということがここで見えてくるわけですね。で、実はこの吉宗さんというのは大変な色にこだわりまして、縁起式に書いてあった茜染めをですね、なんとか復元をしたい、それでですね、ここに書いてございますように、吹上御殿に染め殿を建てられて研究を進めたと、最後には式内戦艦ということで幕府のその研究結果が収められたということで言われております。で、この周防が、周防の輸入が増加する時期は寛政の改革の時期である。それからもう一つ、紅花というのがございます。で、これは時間の関係上省略をしたいと思います。さて、周防の利用というのはこれにとどまりませんで、薬種利用というのがございます。ここに書いてありますような効果があるそうでございます。さて、ここで薬種の話、一つだけ事例を紹介してこの話は区切りにしたいと思うんですが、まず薬種はですね、真ん中の一番大きいグラフを見てほしいんですが、これは三喜来という材料、薬種なんですが、同じように大変なこのなんていうか輸入量が増えております。その上をずっと見てみますと、長崎大学の資料を当てはめてみますと、実は梅毒が流行ったと。で、実はこの梅毒を抑えるためにですね、三喜来が使われたということが、まあこれから分かってくるわけですね、ということの一例でございます。ここでですね、情報学の視点からどのように見るのか、それは歴史の実態はどのようにして読めばよいのでしょうかという正直な私自身の疑問でございます。先ほどの当選記録を見たときに、本当に日本に何隻の当選が来たんだろうと、計算する場合はどのように理解したらいいんでしょうかと、こういうことであります。で、さらに浮き彫りになる研究手法が見えてくる、あるいは事実が一つ一つ浮かび上がってくるという事例を紹介をしたわけであります。さて、ここで重要な話に戻りたい、先ほどの階層化の話に戻りたいですが、左側が今説明をしました、特に琉球の文書に出てまいりました国王間のやり取り、つまり国家間のやり取りの話、
これをレイヤーに組んで U 字型に並べてみますと、上から国家、地方、商人の組織、貿易船ネットワークになります。つまり華人ネットワークというと、下から2番目のそうしたレイヤーの上で議論ができるであろうと。ところが右側をご覧ください。実はこれからお話をするインターネットの構造がこれなんですね。全く同じなんです。で、左側と右側で何が違うのかということなんですが、ポインターが出ますかね。ちょっと待ってくださいね。出ましたですね。ここを見てください。この国家と地方と個人、商人の組織、実はインフラと言ってしまえば仕方はないんですが、一番上位層で個人も国家も組織も限定なしに使うことができます。あとは例えば IP というのがございますね。これはネットワークを作るリンクをたどるところでございます。そして下はパケットが飛びます。まさに線ワイヤレスで使うところでございます。さてこれが一体どのような関係があるのかということなんですが、その前にインターネットの歴史を若干見てみたいと思います。1974年にインターネットの概念が登場して、82年に電子メールが使えるようになる。今の現在のウェブはですね、1989年に誕生して我々もびっくりしたところであります。でこうした歴史を見ながらですね、実は今日同じ階層モデルの中で何が起こっているかといいますと、ご承知のように Google、 それから Twitter、 Facebook、 Dropbox 等々、写真のなんとかなんやらニュース挙げればキリがないんですが、そうしたですね、ソフトウェアが登場して、今世の中といいますか世界を、まあ、大変なことに、もたらしている。でそれはどういうことかといいますと、その前にいくつかの事例を紹介しておきたいと思うんですね。2010年の末に中東のチュニジアで、23年間続いた独裁政権が崩壊する。それが2010年の年末にはエジプトに回ります。エジプトで同じようなことが起こりまして、30年間続いた独裁政権がひっくり返るということは皆さんご承知の通りです。続いて2011年の7月、隣の中国では高速鉄道の転落事故が起こりまして、ツイッターで話題になりました。それ以降アメリカの足元で何が起こったか、それはウォール街でデモ行進が起こったということは皆さんご承知のとおり、オキュパイなんとかというふうに出てなりました。実はインターネットを作ったのはどこの国でしょうか。これは言わずともアメリカでございます。で私はちょっと皮肉ったんですが、アメリカで生まれたインターネットが実は自らの国でそれを使って政府を倒すまではいかないけれども反対をするということが起こったということは、皮肉にも飼い犬にというようなところまではいかないかも分かりませんけれども、近い事態が起こったということ。当時1960年代にインターネットをずっと進めたゴア副大統領がそのことを予測しえたでしょうか。多分されてなかったでしょうね、ということであります。でそこでですね、実はこれはインターネットというのはコミュニティを作り出す仕掛け装置である。実は仮想世界と言いながら実は現実の世界になってるんだと。ここは非常に私は重要だと。でそのことはですね、国家の存亡に関わる、あるいは国家の存立の根幹を揺るがす事態にもなってるんだということを見る必要があるであろうと。でそれじゃあアメリカの政策はどうなのか、 Google、Twitter、Facebook という話です。で一方一番下に書いてますよ、日本はどうか、技術立国なんですね。今研究されてますことはGPS で50センチの精度を上げるという技術の世界であります。ところがアメリカやは今や Google、Twitter、Facebook、人の何て言いますか、携帯電話間でやり取りまで傍受をしてそれを蓄積しようという Google の狙いはどこにあるんだろうかと、こういうことであります。で実は私はこの間
東南アジア研究センターに奉職させていただいてから、常にこのコンテンツということについて注目してまいりました。でこのコンテンツを見逃してはダメだし、このことを情報として捉える意義というのは非常に重要であろうというふうに思っています。ところが一方、国の中では技術立国で、残念ながらコンテンツのことについてお金を要求しても全くつかない、学術会議で何ぼ口酸っぱく言っても通じない、これは一体どういうことなんでしょう。実は今日ここに国立国会図書館の長尾誠先生、元京大総長で私の学位の時の審査をお願いした先生で、長尾先生がこのコンテンツが非常に重要だとして国会図書館の中で電子化をどんどん進めておられるんですね。でこうしたことがですね、日本の知の知識として今後やっぱり広がっていく必要がある。そうしたことではこのコンテンツをしっかりと押さえていくことが非常に重要だろうというふうに考えております。さて、先ほど言いましたアメリカの話をしましたが、このことを2005年にこの山内氏は2010年代に何が起こるかということを書いておられる論文があります。真ん中の赤のところをご覧いただきたいんですが、2010年代には、グローバリゼーションの機能する中心と統合されない感覚の対立があって、ネット闘争が必ず起こると言っておられるんですね。まさにその通り、映画でこの論文で書いたような事実がここで起こってるわけであります。さて、先ほどの話に若干戻りたいと思うんですが、それじゃあアメリカの政策、アメリカはこのままどういくんでしょうか。それで、ね、インターネットということを介して我々は何を考えればいいのかということであります。私は飼い犬の話をしたんですが、アメリカはそうではありません。私からすればやっぱり世界をリードする国になるであろうと。それはなぜか、これはコンテンツを握っているからだということになるのではないか。技術というのは50センチの GPS を使って、これは全く否定しませんが、1、2年はこう先進いくでしょう。だけどもそれは必ず技術移転が起こり、あるいは模倣があってですね、他の国に動いていくということを考えるならばですね、これは技術というのはいたちごっこのでどこまでついていけるかということを考えなくてはいけない、大変なことだというふうに思います。さて、話も最後の方に近くなったんですが、コンピューターから地域研究の世界へということで、こうした時代を巡ってまいりました。赤で学ぶ時代、1970年代はデジタルコンピューターを学ぶ時代で、ありました。私自身にとって以降、慶良一馬先生の指導を受けまして、慶良経済発展モデル、あるいは石井米夫先生の指導を受けて、タイ語のワープロの開発をやり、地域との関わりを探ってきた以降ですね、大阪国際大学あるいは大阪市立大学で学んだことは全て国内ではありますが地域でありました。大阪国際大学では震災がありまして、特に永田地区に入りまして、そこの商店街の皆さんとお話をし、いかに復興していくかということでやりましたし、地震のマッピングもやりました。また大阪と神戸の間にどのような証券があり、その吸引力はどうしたら計算できるかということもやりましたし、大阪の枚方市内の化粧品店をマッピングを作りまして、学生に歩いてくれということでやった経験もございます。でそれから以降、大阪市立大学に移りますが、同時にちょうど時期を同じくして沖縄の歴史情報研究、これは国家レベルの、4年間で約5億円ぐらいの大規模な当時のプロジェクトであったと思うんですが、亡くなられた岩崎博先生、それから尋問科学研究所の勝村哲也先生の指導を受けながらこうした研究がやってまいりました。でさらに大阪に入りまして、大阪では近世大阪のお触れの仕事、あるいは地形文書に生に触れながら、まあ、研究を進めたことになります。以降本学に戻る機会を得まして、東南アジアを研究することになったんですが、
実はここでやっぱり常識は常識でないことの違いの理解というのをどのようにやっぱり進めていくかということを常に考えながら、今日に至っております。ただここに書いてございますように、赤の時代から現在に至るまで対象はコンピューターを通じながら、あるいはコンピューターから人の振る舞いをいかに読むかと、これほど面白いものはないということを感じた、興味深いものはないということであります。でさて、問題は今課題としていることは、これが新たな資源を得ることにつながるんであろうかということであるというふうに思っております。さて、そこから生まれた私の地域の事象をどう捉えるか、実はこれは基盤 S の中でハノイの都市化を5年間にわたって研究してきたんですが、ここにございますように、一つ一つの地域に起こる事象をですね、二次元の空間、つまり緯度と経度という方が分かりやすいかもわかります。その中で校庭、山の上あり、今ちょうどここも3階ですが、高さと絡めながら地上があり地下があり、それを時間軸に持ってスライドさせることによってものが見えてくる、あるいはモデリングということが進むのではないかと考えております。さらによく言われるフィールド調査資料、地図資料等を4次元の空間の中で置き換えてみるということからですね、新たな知見を得る機会になるのではないかと、こういうふうに考えております。で最後に地域研究と情報学ということでまとめておきたいんですが、実は石井米夫先生が道は開ける石井米夫と東南アジア研究というビデオを作られました。でその中で、地域研究者というのはどうあるべきかという言葉を言っております。一つはその地域に出向いていきなさい、それから二つ目はですね、現地の言葉を学びなさい、これ大変難しいことです。特に私のようなコンピューター全ての方とは言いませんが、言葉苦手でありまして、英語も苦手な上にまだ二つ目の言語ということなんですが、なんとか今挑戦しておりますのは、タイ語でタイ人と E メールがやり取りできないかということで、今日夜戦っておるところでございます。さて3つ目でございます。先ほど言いましたように、一つの課題に対して異なったディスプリンから議論を行うことの重要性、つまり常識は常識でないかもしれないというスタンスでもって、向かうということが必要だというふうに考えております。そのスタート時点が右側の写真にあります。2007年の2月に行いました地域研究と情報学のシンポジウムであったというふうに思っております。以降地域情報学ということを創出をするんだということで今日に至り、先ほど司会者から紹介があったように2006年に、田中浩一先生のご尽力もあって、地域研究統合情報センターというのができました。この建物の2階が研究室並んでおります。その中に工事情報処理部門、言葉を言いかますと地域情報学部門というのが誕生いたしました。何と言いますか、自ら踏み込んだ世界で一つの研究部門ができるとはこれほどありがたいことはないというふうに思っております。最後に今日一旦お話をしたんですが、実は弁政出版のご協力もありまして、ここにございますように地域情報マッピングから読む東南アジアという著作を今日刊行することができました。機会がありましたらぜひともお読みいただければありがたいというふうに思っております。ということで一応ですね、講義は終わりたいと思って、で実は先ほど言わなかったんですが、実は今日の講義は YouTube で流れる可能性があるんですね。ということであまりこの個人的な話とかそういうようなことはさておいて、実は京都大学の、メディアセンター、上なんで学術総合メディアセンターでよかったんでしたっけ、でこうした、体感される方々の先生の講義をまとめられて、当然京都大学のホームページからご覧いただけることになるんですね。そのことのためにちょっと堅苦しいお話をさせていただいたんですが、最後にですね、数分間ご時間を頂戴をいたしまして、
ご挨拶を申し上げたいと思います。で実は今回のですね定年退職にあたり実は若い先生からこういう質問をいただいたんですね。柴山先生の学生時代についてお教えくださいと。情報学という学問分野を収めようと決心された背景を教えてください。当時情報学という学問の雰囲気や傾向はどうであったんでしょうか、振り返ってください。で実は困った質問答えられないんです。でどういうことかと言いますと、実は私の学生時代にはデジタルコンピューターなかったんです。手回し計算機とアナログ計算機と、私使ったのはもっぱら計算尺なんです。あ、計算尺ご存知の言い方も多いかも分かりません。古い話をするんです。で実はデジタルコンピューターを学んだのは一旦就職後民間企業に入るんですが、3ヶ月で京都大学の大型計算機センターに紹介をいただいたんで、そこのスタッフとして勉強できると、これはこれを逃すわけにはいけないということであります。実は12年間にわたってコンピューターの仕組み、プログラミング、利用方法、管理、もちろんことコンピューター操作、講習会、講師、プログラム相談、その後はですね本の執筆活動まで機会を与えていただきました。行政職でありましたんで、そうしたところで本の印税が入ってくるんですが、たちまち右京の税務署からやり玉を挙げられまして、追徴で、重加算税、延滞税が取られると、トリプルパンチを食らった、それから確定申告をするようになったんですが、実はこの時代が私の学生時代であり、ドクターに至るまでの勉強の期間であったというふうに、今から振り返ると、そういうことだというふうに思っております。そして研究の世界に入ったのが、東南アジア研究センターの助手になってからということでありますが、この中ではこういうことをやりました。ここにいらっしゃる市村先生の指導の下で、経済の発展モデル、アジア11カ国の、経路経済モデルで500本の方程式を、同時方程式を解くプログラムを書きなさい、実はここにも来ていただいてるんですが、佐田道博先生の直々の、当時京都大学 の, 経済学の教授であられました。指導を受けながらですね、プログラムを徹夜で、佐田道先生と共に書いたことを今でも覚えております。その後、ノーベル賞学者のクライン教授にお目にかかり、それじゃあそのモデルを使って次の日までに 8% 消費税が動いたら世の中というか11カ国の経済はどうなるのか予測をしてきなさい、徹夜で、プログラムを書いて出した覚えがございます。でその後大阪国際大学に行くんですが、ちょうどドクターの申請、ちょうど東南アジア研究センターにおりました6年間でドクターを まとめることができましたので、申請を行うんですが、同時に市村先生の指導を受けて私立大学で教壇に立つことになります。ここで7年間情報工学から情報学を教えることになるんですが、実はこの若い時に教育をやったということが大変良かったんではないかと、今から振り返るとそういうふうに思っています。それは教育というのは体系的に物事を捉えない、人に教えられないということがありますので、知らないことで知っていることだけ議論はできませんので、知らないことも合わせて自分で体系化して講義録を作っていくというプロセスであったように思います。それから今度は大阪市立大学に行きますと、研究半分教育半分なんですが、研究でこれは成果を上げないとどうしようもありませんので、ということになって研究にシフトをしていくわけであります。それから最後に2003年の10月に当時の東南アジア研究センターへ、田中浩二先生のお誘いで、来まして、半年後に、大学法人になって、研究所に昇格をするということになります。でこうした経過をたどりまして考えてみますと、ちょうど学問の体系がなかった創設学問が生まれる時代から黎明期の時代に入って、さらに発展期に、私の人生がそこにピタッとくっついたと、まさに追い風の中で、勉強させていただいたということであったかと思います。でさらに大型計算センター時代の12年間というのは、これは
国家公務員ですから給料をもらいながらの生活でございまして、ここで勉強できるというのはこんなありがたいことは他全くないわけでありまして、そうしたことが今日につながっているのではないかというふうに思っております。で最後にこの場をお借りしまして、特にお礼を申し上げたい市村真一先生でございます。でそれからお二人目は地域研究関係で田中浩二先生のお二人の先生にはもう正直言葉がございません。さらに長い間ですね面倒を見ていただきました国立国会図書館で、その先には機構通信機構の機構長であられました。その前には京都大学の総長であられました長尾誠先生でございます。実は長尾先生には大型センターを出てから以降大阪市立大学直前ほんの2002年までですね自らの進退に関しては全てご相談を申し上げておりました、ということでございます。さらに大型センターの今日はお見えになっておりませんが丹羽義次センター長、それから研究を直接ご指導いただいた星野聡先生、高いところからではございますがお礼を申し上げたいと思います。ということであとお名前を挙げてお礼を申し上げるべきところなんですが時間の関係もありまして、関係者の皆様センターの皆様大型センター両センターの皆様それから国際大学の皆様それから一律大学の皆様そして研究所の皆様本当にどうもありがとうございました。これで講義を終わらさせていただきます。どうもありがとうございました。